天の内を比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび生受け、滅せぬもののあるべきか。大丈夫、お兄様なら勝つよ。死ぬやもしれんな。うつきを殺せず、あなたを殺すのは私。こんな戦で死なれては。うぬをだけのな。信長、勝てば乱、影の役目は。今川家の格の違いを見せつけてやるのじゃ。やはり天はこの信長が戦勝利を望むか。狙うは今川義元の一家、全軍信長に続け。向こうから攻めに寄ったか。勝ち目のないか。思い知らせてやるのじゃ。地面が抜かるので動きにくいですね。収めているのか、ひるむな。我らもこの機に乗ずるのだ。確保です。
今楽にしてやされておるか。耐えるのだ。抗うな。わしの動き見切れるか。くだらぬ。天の流れは信長にある。ここで引くこともまた天の望みあることに。将の残るうちは義元の首狙い続けよ。気を許しあらわになった喉元に牙を突き立ててあげましょう。窓を守れ。早くするのじゃ。我々も続いて行くぞ。今の出番だ。
ではないか。勝てる戦は徹底的に勝つのじゃ。逃がしてないぞ。この木に乗るのだ。織田はまだ戦うつもりじゃろうか。指揮をしている将は全て倒してしまえ。乱暴なのも嫌いじゃないの？はなっておらんな。手応えがない。あっぱれあっぱれなり。
よくぞマロを助けた。ういういういやつじゃ。どうじゃ、そばに置いちゃろ。吉本の天下取りを支えよ。ん？何を？あなたじゃ無理よ。勝てたのは皆さんのおかげです。今川義元は一度は織田軍の奇襲を退けたものの、二度目の奇襲を受け戦死した。武田信玄はこれを好機と上洛の準備を進める。だが上杉謙信がそれを阻むべく挑戦してくる。川中島で対峙する武田陣営にはある武将の姿があった。第2話、川中島の戦い。さて、謙信の相手をしてやるかね。鉄道隊は大豆城方面より西女山へ急行をかけよ。今回は兵を割いたこと悟られぬよう奮戦せよ。もうこの勢いに乗るぞ。さすが宿敵とでも言えばよいか。雪村の動きは悟られておらぬようだな。俺らもこの勢いに乗るぞ。
にいいぜ。上杉軍、動きました。やったのー。いや、キツツキにかかったにしては早い。剣心に陽動などいらず、宿敵その首もらい受ける。やはり一筋縄ではいかんか。さすがよ、剣心。全軍、一旦引くぞ。おことは別動隊の救援に向かってくれ。我らもこの機に乗ずるのだ。わしとしたことが。
の遅れは取らぬぞ。親方様、雪村、戻ってきた。これで形勢逆転、一気に押し潰す。おことこそ天下に名高き者の不じゃな。劣勢か、勝負を預けたぞ。引け、己が打つは剣心に値する。やはりあれだけ暴れておいて逃げるのか。水王剣を捨ててやらねえ。
田軍は川中島で上杉軍を撃破した。皇子の憂いを絶った信玄は上洛を開始するも、その途上を病に没する。武田を継いだ勝頼は三河長篠に軍を進める。これに対し織田信長も武田軍と雌雄を決すべく長篠に布陣した。第3話、長篠の戦い。全軍突撃！武田騎馬軍団の部、世に知らしめよ！殿、思いとどまりください。敵を馬房で破ること、容易ではありません。三井だよ、そなたはまだ若い。まずは、長篠の城でも攻略しようだよ。これは取らぬぞ。撃て！そう、変わらぬものよ。裁きの時ぞ。ひるむな！突撃を続けよ！次の弾込みまでに信長の本陣に突っ込むのじゃ！押されているだと？バカな！されておるのか、ひるむな！なぜだ、なぜ打ち破れぬ。皆川の弾込めの間に牙が届かず。打ち手は交代することで連射は可能になる。一人の猛将はもはやいらぬ。血と数が全てを制す。押されたのか。伏兵だぞ。救えぬ愚か者よ、とどめを刺してやるがよい。ようやく出番ってわけかい。行くぜ。押されておるのか、ひるむな。なお出前でございますか。敵将、討ち取りました。
ろうと。されているだと？バカな。いい勝負にしようぜ。戦だった。またな。我らもこの勢いに乗るぞ。敗れたか。定め、受け入れよ。敵将、討ち取りました。深追い、無用。私たちも、もたもたしてられねえぜ。よし、ここまで来ればもう安心であろう。海へ戻るぞ。お待ちください。このような場合は傷を負った者が戻るのを待つべきでございます。そうだな。この勢いに乗るぞ。
ごときに折らせはせぬ。血のみではいかぬ。負けも知らねば。私たちももたもたしてられる。なぜ無駄死にしようとするのか。この勢いに乗るぞ。もうよけろ。引き上げる。